お姉様。どう皆さんこんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。10月やな。その割には、なんかまだ暑いよね。衣替えしちゃったせいで微妙に、服装と気温が合っとらんわ。私はまだ半袖着てる。リュウさんは基本暑がりやからな。寒いのは、ある程度までは耐えられるけど、暑いのってダメなんだよ。日本の場合、寒いって言っても、北海道とかやない限りは、そこまでやもんな。前、北海道行った時に舐めた格好で行ってしまって、北海道のユニクロで急遽買い物した記憶がある。北海道の寒さは舐めたらあかん。そんなわけで、今日のレビューはこちら、過激少女、だよ。ほう、過激、過激ってことですか？うん、この作品は、すごく簡単に言えば、宝塚を題材にした作品なんだ。あの宝塚ですか？私は、全然詳しくないんだけど、パロディやオマージュみたいな要素も結構あったみたいだね。おう、なんか面白そうやな、ちょっと新鮮や。ちなみに、私は、この作品で3回泣いてます。くさ、1クールで3回は多いって。いや、もうね、ほんとよかったんだよ。今日のレビューは長くなりそうやな。この作品には、2人の主人公がいるんだ。ダブル主人公システムって、うまく機能する場合と、極端に外れる場合ありますよね。センスがあらへんと、ダブル主人公にする必要あったってなりますし。この作品のセンスは抜群だから安心してほしい。安心してください。私は履いてません。一人は大人気アイドルグループに所属していた元アイドルなんだ。AKB 的な。うん。でも、男性恐怖症で、なおかつ人間不信で、とある出来事をきっかけにアイドルを辞めてしまったんだ。ほういろいろと事情がありそうやな。そんな彼女が、高科歌劇音楽学校の一次試験に合格するところから物語が始まるんだ。さすがに、宝塚って名前は使わへんかったんやな。宝塚も、同じように学校があるんだ。私立学校で、2年生の学校で、14歳から18歳までの女子しか入れない。女の園やな。高科歌劇団の学校も、宝塚と同じく、18歳までの女子しか入れない。この学校に入らなければ、高科歌劇団にも入れない。100年続く歴史と高い倍率、憧れと夢を抱く少女たちが集う場所なんだ。すごい独特そうよな。1年で、たった40人しか受からない。2000人以上の中から40人しか選ばれないんだ。めっちゃすごいやん。そんな厳しい場所だからこそ、少女たちの間にも独特の緊張感が漂ってるんだ。和気あいあいとする余裕なんてない。すでに戦いは始まってる。ライバルなんだ。そらそうやな。40人しか選ばれへんなら、ギスギスするのは当たり前や。だけど、もう一人の主人公であるサラサは何も考えてないんじゃって思うほど明るいんだ。ほう。しなやかな手足、離れた位置からでもわかる背の大きさ。二人の主人公の身長差と、相反する二人、渡辺サラサは、オスカルを目指してる少女なんだ。ベルバラの？うん。子供の頃に見たオスカルに憧れ、オスカルになるために、彼女は、高科歌劇団の学校に入った。一方はオスカルを目指し、一方は、ただ男性がいない環境だから、受けたに過ぎない。どんだけ男性恐怖症なんや。二人の主人公の身長の差が、二人の温度差を指し示すように、それが、いい対比になってるんだ。1話で、きちんと、二人の主人公の印象がつく。立ち位置の違うダブル主人公が、1話から際立っとる感じやな。サラサは、高科でオスカルを目指すのです。高科歌劇団のトップを目指す少女の、そんな宣言が、38人の同級生に緊張感を醸し出させるんだ。あかん。これ1話からめっちゃ先の、展開が気になるタイプの作品や、なんで男性恐怖症なったんやろ。サラサちゃんは、オスカルになれるんやろうか。物語の方向性が、きちんとしてる上に、キャラクター描写がうまいんだよね。ほう。高科歌劇音楽学校は、教師には男性がいるんだけど、生徒は、もちろん全て女性。女の園やな。しかも、この学校は2年生で、卒業すれば、進路は一つしかない。入学の段階で、高科歌劇団に入ることは決まっとるんやな。うん。それゆえに学校に通っている段階で、すでに、彼女たちの役をめぐる戦いは、始まってると言ってもいい。上級生は、下級生を教育する係でもあるんだ。それぞれ、一人一人担当のお姉様がいる。独特な世界観やな。リアルな宝塚の学校も、すごい雰囲気がありそうや。上級生の中には、露骨な態度をぶつけてくる子もいるんだ。彼女たちも必死なんだよね。才能のある生徒、伸びそうな生徒に目をつけてくる。元アイドルとか絶対目つけられそうや。もちろん、露骨にいじめてくるようなことはしない。ああ、よかった。少女漫画原作やと、その展開もあるんかと、上履きに画鋲とか。彼女たちは、高科歌劇団の名前を背負ってる。嫉妬や感情をぶつけてくることあれど、高科歌劇団の名前を背負っている以上、そんな行為はしない。さすがや。上級生たちも下級生たちも必死なんだ。彼女たちには夢もあり、憧れもある。余裕なんかない。一歩間違えば、とんでもなくギスギスした雰囲気になってもおかしくないんだ。せやな緊張感やばいわ。でも、この作品には、渡辺サラサという主人公がいる。彼女は、一度、夢を諦めざるを得なかった少女なんだ。え、明るい子なのに、そんなバックボーンが？うん、一度は、自分が憧れ夢を抱き、将来なれると信じていたものになれなかった少女。
それが渡辺更紗なんだ。あかん、サラサちゃんの過去が気になってきたわ。そんな過去があるからこそ強いんだ。絶対になれないと言われても彼女はくじけない。ひたすらにまっすぐ自分がなりたいもの、オスカルという役をやるために前向きなんだ。ええ子や。バカっぽい明るさなんだけど、決して彼女はバカではない。強い芯のある主人公だからこそ、そんな彼女だからこそ周囲のキャラクターが影響されていくんだ。お、自分の夢を少しだけ諦めかけていたサラサのお姉様、でもサラサの諦めない気持ちと憧れを見て、彼女自身がそれを取り戻すんだ。ええ感じや。大胆な演出でそれを見せるわけじゃないんだ。さりげなく回想で先輩の過去を見せ、声優の演技とキャラの表情と行動でその変化を見せる。セリフで変化を見せるわけやないんか。うん、表情から変化が感じられる繊細な描写になってる。主人公を中心に徐々に周囲のキャラクターを掘り下げていくことで、一人一人高歌劇音楽学校に通う生徒たちに愛着を持ち、感情移入してしまうんだ。キャラクター描写が優秀な作品なんやな。サラサの憧れと夢はもう一人の主人公である奈良田愛にも影響していく。おう、だって愛ちゃんは別にやりたい役があるとか夢があってこの学校に入ったわけやないんやもんな。うん、彼女は幼い頃に性的虐待を受けてる。彼女は父親すら知らず、母親は女優で仕事が忙しい、そんな母親が連れてきた彼氏が問題だった。ああ、愛ちゃんかわいそそすぎる。見ている側の心をえぐるような描写なんだ。生々しく彼女が幼い頃に感じた気持ち悪さと嫌悪感を見ている側にも感じさせるような描写は目を背けたくなる。なぜ彼女が自分の人生から男性という存在そのものを排除する生き方をしようとしたのかがわかるんだ。愛ちゃんは何も悪くないだけに辛いわな。最近流行りの親ガチャやん。そんな奈良田愛が渡辺更紗と出会った。おお、少しずつ、本当に少しずつ彼女は変わっていくんだ。不器用でだけど彼女なりに精一杯、渡辺更紗という少女を好きになり友達になろうとする姿が本当に可愛らしくて仕方ないんだ。ええな、ええな、よかったな。いろいろなことを諦めてシャットアウトしてきた少女だった。そんな夢も希望もなかった少女が夢と希望を得ていく物語が染みるんだよ。あかん、お姉さん泣いちゃいそうや。幼い頃に少女は異性から女性の象徴として見られやすい長い髪を自ら切ったんだ。だけどそんな彼女の髪が物語が進めば進むほど徐々に伸びていく。それは自らの過去を、トラウマを徐々に乗り越えている証でもあるんだ。渡辺更紗のおかげで変われた彼女のそばにいたい、ある種の憧れに近い感情が彼女と同じ高みへと至りたいと思わせるんだ。あの、私渡辺さんとお友達になりたいの。振り絞るような彼女の勇気とその一歩、泣かない人はいないと思う。注意、リュウさんは人の8倍涙腺が弱々です。2人の主人公の物語とバックボーンをある程度描いているからこそ、2人の成長と変化が見ている側に共感を生むんだ。キャラクター描写が光っとるんやな。2人の主人公だけじゃないんだ。この作品はサラサたち予科生だけで7人、上級生である本科生や先生、家族などのサブキャラを入れれば15人を超えるキャラクターが1クールで出てる。結構多いな。この作品はそんなキャラクターの多さをまるで感じさせないんだ。聞いとるか、ソシャゲ原作アニメ。特に私が一番刺さってしまったのは山田彩子という少女なんだ。彼女はサラサたちの同級生で普通の女の子なんだ。普通とは？この学校は最初に説明した通り特別な学校、それだけに特別な家庭環境で育った子が多いんだ。親が高歌歌劇団でしたっていうサラブレッド、バレエの先生でしたとか元アイドルとかね。ああなるほど、エリートが集っとる感じなんやな。主人公であるサラサ自身も歌舞伎の血を引いてる。えらい設定で敵よったな。でも山田彩子という少女の親はただのパン屋さん。バレエを始めたのは中学生の時で、子供の頃に見た高歌歌劇団に憧れて入ってきた。なるほど、確かにそういう意味では普通の環境で育った子ではあるんやな。最初は入れただけで嬉しかったんだ。特別ではない自分、特に何かがあるわけでもない自分が憧れの高歌歌劇団になれることのできる学校に入れた喜び、そら嬉しいわな。でも現実が待ってる。入って終わりじゃない。決して太ってるわけではないのに太ってると指摘され、彼女はどんどんと病んでいくんだ。痩せなければならない、他の子よりうまくやらなければならない。彼女は自信がないんだ。自分が特別でないと自覚してるからこそ、特別なクラスメイト、輝いている同年代の少女を目の前で見ているからこそ焦ってしまう。辛い、成績も最下位。そんな現実が彼女をどんどんと追い詰める。食べては吐き続け、痩せ続け、歌うことすらままならなくなってしまう。辛い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 。夢の世界に入れた喜び、そこで苦しむ自分の不相応さの板挟みで悩み苦しむ彼女の姿が本当に辛いんだ。でもそんな彼女の背中を押す人物がいるんだ。二人の主人公？違う、この作品はサブキャラクターの使い方もうまいんだ。彼女の家族、そして先生が彼女を支える。先生、彼
彼女もまた特別な存在なんだ。彼女は紛れもなく選ばれた。コネなんかない。実力で選ばれた少女なんだ。せやな、倍率高い学校なんやもん。何もない子はそもそも入れんのや、山田ちゃん。それに気づいて。彼女の下には選ばれなかった多くの少女がいる。特別な環境では育ってないかもしれない。他の子と比べて足りない部分はあるかもしれない。でも彼女もまた何かがあるからこそこの学校に入れたんだ。5話のラストで彼女が歌う姿、先生の言葉で自分自身の才能に気づき、自分を認め諦めずに一歩踏み出す姿に、私はボロ泣きだよ。泣きすぎや。たった1話なんだよ。それまで存在感が薄かったキャラクターがたった1話で光り輝く。ただの主人公のクラスメイトの一人っていうキャラじゃない。紛れもなく彼女のまた過激少女という作品の中の欠かせないメインキャラの一人であることを1話で描くんだ。すごいねこの作品。話が進めば進むほど一人一人のキャラの印象が深まって、彼女たちの成長と変化がたまらないんだ。まだ何者でもない少女が何者になるのか、それは彼女たち自身にも今はわからない。でも目指す道はわかってる。そんな少女たちが抱える不安とプレッシャー、時には表に出て相手にぶつけてしまうこともある。まだ子供やからな。うん、大人なら押し込んでしまう感情の爆発、それは少女であるがゆえの未熟さなんだけど、その未熟さが物語を生んでキャラクターの魅力につながってる。ええな、ええ青春や。彼女たち同士はライバルでもある。でも蹴落とそうとはしない。シリアスなムードになったり少しギスギスすることもあるけど、決して重くはなりすぎず、彼女たちは夢に向かって前に進んでるんだ。眩しい、リュウさん、この子たち眩しいわ。この作品に出ている少女たちには物語という夢がある。そのためには時には何かを諦めないといけないこともある、道を違えることもある。だけどそれでも少女たちは夢という名の銀鏡にひたすらに突き進んでるんだ。あかん、なんか見てるうちにみんな大好きになりそうや。そうなんだよね、一人一人に愛着を持っちゃうんだ。持ちすぎちゃうと言ってもいい。この作品は1クールで1年の物語しか描かれてないけど、彼女たちの1年後、3年後、そして10年後の物語が見たい、そう思わせるキャラクターの描写のうまさと深さがある。序盤から中盤までメインキャラクターを掘り下げて視聴者に愛着を沸かせる。それが生きてくるのが終盤なんだ。何が起きるん？7人のメインキャラクターで競い合うんだ。オーディションだよ。少女たちの現実を描いた後に視聴者にも現実を見せつける。オーディション、あかん、選ばれること、選ばれない子が出てきちゃうんか。うん、でも彼女たちは前向きなんだ。夢のために、選ばれるために、自分自身を認め過去を乗り越え、向き合った彼女たちはまっすぐに前を向いてる。ああ、でも選ばれない子も出てくるんやろ。自分が選ばれたいというキャラクターたちの気持ちと誰もが選ばれてほしいという視聴者の気持ちが美しいほどにシンクロするんだ。愛着持たせといて競わせる展開は辛いわ。全員が選ばれない現実、そんな現実に立ち向かう少女たち。序盤から中盤まで彼女たちは葛藤し続けた。自分自身の環境に、才能に、現実に立ち向かい悩み続けたんだ。だからこそ成長してる。うん、終盤の演技は成長の証そのものなんだ。奈良田愛という少女は自分自身の感情を表に出さない子だった。山田綾子という少女は自分自身に自信がない子だった。杉本沙和という少女は秀才でありながら天才の陰に隠れていた子だった。沢田千佳、千秋という二人の少女は双子であるが故に道に悩んだ子たちだった。星野薫という少女は血筋に恵まれながらも努力が結びつかない子だった。渡辺さらさという少女は一度は夢を諦めざるを得ない子だった。それぞれの少女たちの物語が紡がれ、それが演技という形で舞台の上で花咲く瞬間、自分自身と向き合ったからこそ、乗り越えたからこその演技、つぼみだった花が開くその瞬間に自然と涙がこぼれちゃうんだよ。ああ、あかん、これはあかん展開や。誰もが選ばれてほしい、だけど誰もが選ばれるとは限らない。それぞれが自分自身の結果と現実に向き合い、ある少女は悔しさをバネに、ある少女は選ばれた喜びが自信へとつながる。誰が選ばれて誰が選ばれなかったん？それはぜひ本編で。ベタは卑怯やわ。1クールのストーリー構成も素晴らしいんだ。1年間の物語を軸に過去回想を交えながらキャラクターを掘り下げて終盤のオーディションを盛り上げてる。本当に綺麗な1クールで満足感のある作品に仕上がってる。でも原作はまだ続いとるんやろ？もちろんここで終わりじゃない。1期はあくまで彼女たちが入学してからの1年の物語、学生としての物語はあと1年、そして効果歌劇団に入ってからの物語も当然あるはずだよ。おお、続きめっちゃ見たくなるやつやん。ぜひアニメで続きを見たいんだ。彼女たちの演技、歌、舞台、そして未来をアニメという媒体でもっと見たいって素直に思っちゃう作品だったよ。確かに2期みたいな。原作ストック的に2期できるかギリギリのラインみたいだから、2期があるとしてももう少し先かもしれないね。なんやろ、この子たちが効果歌劇団のトップに立つ日が来るとしたら、彼女たちの劇を映画で見たいかもしれへん。アニメーションとしては
ちょっと物足りない部分はあるし、終盤で少し止めの目立つ回もあるんだけど、演出でそれをカバーしてる作品だったよ。本当は、この作品の歌舞伎の部分とか、小野寺先生について語りたいところなんだけど、動画が20分くらいになりそうだからこの辺で。リュウさん、この作品、めっちゃ刺さったんやな。刺さったね。原作も買っちゃったよ。細かいエピソードとか省かれてるけど、1クールで綺麗にまとめてる作品だよ。ほなまた次回。じゃん。